すっげービーチだ。海。あら、あなた、はるばる遠くからアローラに来たんでしょう。アローラの挨拶一緒にしましょう。アローラー、ほらほら君もアローラーって挨拶したらみんな仲良し。なるほど、アローラーがアローラの挨拶なんだね。とりあえずこの辺でセーブしようかな。ビーチサイドか。あー、ちょっと降りてみたいけど、どうしようかな。また後ででいっか。とりあえずは目的地に行こっか。多分あのビーチサイドに降りることもきっとこの先あるでしょう。さーん、足音聞こえたから来たよー。おや、この声は。ねえ、ハウオリすごいでしょ。アローラっていいでしょ。おー、なになに。ねえねえさん、いいとこ案内してあげる。なになに、いいとこって教えて教えて。ここは何かな。ねえねえ、ロトムズカーン持ってるといいものもらえるって本当？耳がお早いですね。まだあまり出回ってないロトムズカーンの拡張パーツ、その名もポケファインダーをどうぞ。タダでくれるの？すっげえ、よかったねさん、ポケファインダーだって。で、ポケファインダーって何？ポケファインダーでポケモンの撮影ができます。撮影できるポイントはロトムが教えてくれますよ。では説明書を読みますね。ロトムにタッチするか R ボタンを押してください。ロトム図鑑ってすごいな。ポケモンとは違うサンのパートナーだね。でもロトム図鑑のロトムもポケモンじゃなかったっけ。へえ、でも中にロトムがいるんだよね。じゃあポケモンなのかな。まあいいや、俺先行くね。行っちゃった。ポケファインダーで撮影したポケモン、本当にキュートなんですよ。へえ、ポケファインダーか。でもなんか撮影できる場所はロトムが教えてくれるって言ったから、その場所まで行ったら使ってみよっか。おう、サンサン、ハウサン、案内所はどうでした？ロトム図鑑パワーアップ、写真撮れるようになったよ。ロトムさんすごいですね。お、出てきた。あ、撮られた。勝手に撮られた。え？あはは、今のなんだろうね。さん、次は美味しいもの紹介するね。ロトムさん、撮影したくてアピールなさったのでしょうか。では私、ブティックでショッピングをしていますね。いってらっしゃい。じゃあ、俺はどこに行こうかな。おや？よう、トレーナーさん、いいものを持ってるね。誰？ポケファインダーできるならいいこと教えてやるよ。壁の壊れた部分が撮影スポットでさ、ほらロトムも反応してるだろ。タッチしてごらんよ。え、反応してる？真っ暗だけど。おや？マップでアイコンが変わったらタッチすると撮影できるろ。あ、これ？ポケファインダーを起動した。おや、スライドパッドでカメラの向きを変えて、カメラの向きを変えて撮りたい瞬間にカメラボタンで撮影できるよ。1回の撮影に6枚フィルムが使えるよと。ああ、なるほど、こういうことか。え、もっと近くに寄りたいんだけど、そういうのはできないのかな。まあいっか、撮ってみようか。やるね。あ、なるほど。これ反対側向けないんだ。この方向だけか。これは何？オフ。え、何これ。これなんだろう。オフにしてみようか。オフにしたらどうなの？
わからん。これの意味がわからんな。終わった？写真選びに進むろと？写真選びとかできる？あ、何それ何それ、今の可愛かったよ。ちょっと待って。不意にそんなさ、なんか可愛い行動取らないでよ。え、これさ、近寄りたいんだけど、近寄れないのかな？近寄るのはちょっと無理っぽい気がする。じゃあ、戻ってみよっか。どの写真をみんなに見せるのと？なんかあれだね、下手くそだな写真がみんな。まあこれにしてみよっか。見せる写真はこれでいいのと？はい。アップしたろと、みんなからコメント来たろ。なにこれ。すげえ、めっちゃコメント来た。こんな感じで撮った写真はいろんな人からコメントがもらえるのとよ。これだけの人がこの写真を気に入ったろと。本当に1092ってもうバズりかけてるやん。素敵な写真だったろと、最高記録更新したろ、やったろと。ちょっと待って、おかしいやろ。1500人が気に入るとバージョン2にアップできるらしいろと、あともうちょっとろと、頑張ろと。え、終わろ。ちょっと本当にね、怖い怖い、本当に怖い。これ多分次開いたらもう1万人ぐらいになってるかもしれない。この短時間で1000はやばいって。え、正面から大きく撮影できたの？全然やり方わからんかったけど。じゃあ今度大きく撮ってみよっか。どうだった？ポケファインダー面白かったろと？うん、面白かったよ。よかったろと、どんどん使ってろと。オッケー、次はどこ行ったらいいの？サンさんは自分で服を選んでいるのですか？いや、ママだよ。そのファッションでわかります。お母さんは素敵なセンスですね。私、母が選んだ服だけを着ていて、自分にどんな服が似合うかよく分かっていないのです。そうでした、サンさん、ブティックでこれをいただいたのです。何も買ってないのですが、何でも来店99,999人目の記念だそうです。ですが私、同じものを持っていますから。やった、レンズケースを手に入れた。なんだろう、大切なものなんだ。サンさんとお揃いになりましたね。え、じゃあ次入ったら1万人になるってこと？やった、1万人かな。シルクのスカーフを手に入れた。なんだろう、シルクのスカーフって。シルクのスカーフを持たせたポケモンはノーマルタイプの技の威力が強まるわ。おお、いいねいいね、やった、ありがとう。じゃあ来店1万人目入ります。ブティックで買える服はお店ごとに違うんだって。隣の島だとどんな服が売ってるのかな。1万人目なんですけど、なんかもらえませんかね。あれ、何もくれない感じか。あ、お洋服チェンジできる、すごい。ただお金がかかるんだ。へえ。まあとりあえず今はこのままでいいかな。じゃあ次はどこに行ったらいいのかな。おや、イリマさんだ。はーい、キャプテンのイリマです。ご覧の通り素敵なシールを貼っているのですよ。シール？そうです、島巡りの証を持つ者がシールを集めていけば自然と島巡りが進むのです。言ってみれば島巡りお助けシールですよ。え、つまりこのシールがあるところを辿っていけばいいってこと？ただ油断しているとスカルダンというろくでもない暇を持てました連中が島巡りの邪魔をするためシールを剥がすので気をつけないと。どうやらスカルダンが向こうで騒いでいるようなので見てきますね。それではサンさん、あちこちでヌシールを探し剥がし集めまくってくださいね。へえ、ヌシール集めするんだ。あ、じゃあ今のやつ取れるってこと？
やった、1枚目ゲット。なるほど、こういうシールも集めていかなきゃいけないんだ。なかなか大変だねこのゲーム。さてこの辺で何かが、おーさーん、ここだよ、おいしいもの。おや、おいしいもの食べれるの。マサラダ食べればポケモンと仲良し、仲良しポケモン勝負でいい動き。とにかくポケモンが可愛くてマサラダあげちゃうんだよね。よいよいよ、挨拶なしか、俺たちスカルダンの挨拶。なんだ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 、変なやつら出てきた。双子かな、同じ顔だね。お前ら島巡りの証俺たちにくれないっすか。あースカルダンでしょ、ルシールを剥がしたりポケモンを奪おうとしたり島巡りの邪魔してばかりの。うるせえ、島巡りなんか存在も挑むやつもまとめて嫌いだよ。いっちょやるっすか。さん、これ島巡りの邪魔するスカルダンやっつけるね。スカルダンと戦うろと、怖くないのすか。いや別に怖くはないけど、島キングのマグなんかよ気に食わないんだよ。俺がポケモンを使いこなすすごいとこ見せてやりますか。あ、こんな感じで戦うんだ。スカルダンの下っ端が勝負を仕掛けてきた。一体だ、相手は何を出してくる。ズバッと、じゃあこっちはピカリンだ。お前なら勝てる。一系ピカリン電気ショック、よーし効いてるね。やった、復活。残念だな、終わりだ。よーし倒した、余裕だったね。マジっすか、終わりっすか、弱っ。さすが下っ端だわ。お前がポケモンを使いこなすすごいとこ見せられたのですか。おい相棒、なかったことにしてずらかるぜ。へっ、島巡りの証なんか頼まれたっていりません。なんなんだあいつらは。スカルダンって暇なんだね。誰かの島巡りを邪魔したって自分は島巡りをこなしたことにならないのに。本気のじいちゃんに勝つぞーってボートエリアで叫んだし、次はヌシールを探すかな。じゃまた会おうね。いつかハウ君とも共闘したい、スカルダンとの勝負見せてもらいましたよ。君もポケモンもお疲れ様でした。ありがとうの気持ちを込めてポケモンを元気にしますね。さてと、トレーナーズスクールから君たちが気になっていました。福井博士が連れてきた君はポケモンと力を合わせあっさり先生に勝ちました。はい、僕の試練に挑めるかチェックさせてもらいます。え、いきなりっすか。キャプテンイリマが自慢するポケモンたちご覧あれ。まさかの2連戦、イリマさんが出てきた。2体ポケモン持ってるね。何使ってくるのかな。ヤングース出た、ヤングース。だがピカリンの敵ではないだろうきっと。いっけー電気ショック、うわ効かん。なんだと、どうしようかな、甘えてみる。よっしゃ、ガクッと下がった。うわめっちゃ食らう。下げよう下げよう。
そう、防御力も下げてくるのか。ちょっと手強いね、やっぱり。お、ピカリンいいぞ。オレンの実で体力を回復した。じゃあいきます、電気ショック。よし、やった、相手麻痺した。ただ負けそうな気も。あ、なんでも脳死使ってきた。しれっと回復させやがって。あと3発ぐらいか、いけるかな。あー死にそう、どうしようかな。入れ替えたらだってダメージ食らうけど、どうしよう、入れ替えよっか。さすがに死ぬよりかはマシだよね。よし戻れピカリン、いっけミミロル。うわ全然効かない。なんかミミロルのが普通に強いんだけど。よし倒した。ドーブルか、このままでいいんじゃない。なんか懐かしいポケモンだな、ドーブルって。いっけ、あ、いや、あいつの方が早いんだ。くらえ、はたく。まあまあなダメージ、あいつの方がスピード速いの嫌だな。あと一発、もう一発はたけ。あぶな、やったー倒したぜ。お手入れしとこうかな。いやー地味に強かったね。じゃあちょっとなんか毛がね乱れちゃったんで、ちょっとキレキレしましょうか。そう、戦った後はねこうやってねお手入れをしてあげないとなんか仲良くなれない気がする。仲良くなるためにお手入れをする。ゴシゴシゴシ、オッケー綺麗になったね、やったね。じゃあ帰ろっか。君は、いえ君たちは面白いチームですね。ぜひとも茂みの洞窟での試練、その名もイリマの試練に挑んでください。場所は2番道路の先、ロトム図鑑を見てくださいね。ではアローラー。いやーイリマさん強えな、ちょっとレベル上げとかんと負けるかもしれんな。よっしゃー、じゃあ勝ったから先進もうか。しかしどっちに行ったらいいんだろう、マップ見てみようか。あれ、マップ見たかったんだけど。目的地は左だね。オッケー、じゃあ左に行こう。そういえばさ、リリエどこに行ったんだろう。イリマさんとの試練はリリエと一緒に行きたいんだけど、目的地にいるのかな、この辺り。サンサン、いたー、探してたよリリエ。私よく迷うんです、道もわからなくなるし服も買えなくて。かわいいな、いよいよ島巡りの試練に茂みの洞窟に向かうのですね。古い本に書かれていました、なんでも昔の島巡りは守り神さんと戦う強さを身につけるための旅でもあったそうです。カプコケコさん、ポケモン勝負が好きだとリリータウンでも聞きましたよね。カプコケコさんに会えたらどうしてサンサンや星雲ちゃんを助けてもらえたのかわかるのでしょうか。あの、これ元気のかけらといって、瀕死になって倒れたポケモンさんに使ってあげると元気にしてくれるんです。やった、元気のかけら3つももらったよ。サンサン、試練頑張ってくださいね、私も応援しています。よし
じゃあ一緒に行こうね。あれ？ブモーン！またいた！王さん、今沈めたところだ。そうだ、前みたいにケンタロスに触れてくれるかな？いきなり？じゃあ、どうしよう。鼻先をつつく、前足に触る、角先に触れる。角先に触れよっか。あ、喜んでる。君のポケモン好きが伝わるのか、ケンタロスも喜んでおりますな。それにしても、島巡りをしたがるケンタロスに、この腹、ハラハラしますな。はっ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 は。おー、この腹と追いかけっこですな。島キング、負けはせぬ。待つのじゃー。元気なじいさん。